はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、テキーラトニックですね、いただきたいと思います。先ほど作ったスカイウォッカをテキーラに変えただけですね。テキーラ 45ml。まあ、ジントニックのテキーラバージョン。めっちゃこぼれた。いきます。この持ち方で。よくみんなこんな、こういう入れ方で入れられるな。まあ、そっちの方がかっこいいはかっこいいんですけど。ね。めっちゃこぼれた。よし。で、マイライム。加えまして。まあ、本来は、ライムを絞ると。絞り入れて、入れて、トニックウォーターで、締めると。これは、ねえ。で、ステアして、完了。です。これは明らかに味するでしょ。テキーラの味が。ねえ。するとは思いますよ。そんじゃ乾杯。やっぱテキーラは、あんま好きじゃねえな。個人的に。これは、あんまり美味しくないな。メキシカンスクリューだって。なんだ。テキーラの、あれだ。スクリュードライバーバージョン。オレンジジュース割りですね。これ飲んでみてえな。テキーラトニック。ほんといろいろ乗ってるんだけど、これちょっとな。まあ、オリジナルカクテルもありますからね。これね。これね、全部で、この、先ほど言ったイルカ喫茶バーのサイトだと、486種類のカクテルが売ってるみたいです。売ってるみたいっていうか、まあ、バーなんでね、作るみたいですよ。カクテル。ショートカクテル。まあ、ギムレットでと380円。で、ロングカクテル。ロングドリンク。だと、まあ、500円。とか、それぐらいかな。
とかで飲めるみたいですね。とにかくここはすごいですね。あの、カクテルの作り方とかを、とか、まあ、どんなのがあるかっていうのを調べたいときは、これは本当に、めちゃくちゃ使えるわ。ああ。むっちゃ使える。検索とかもできるから。これは、すごいな。ああ。ホットウイスキートデイ。トゥデイの、あれかな？なんてカクテルもあるみたいですよ。レシピ、温めたカップにウイスキー 45cc を入れ、熱湯を適量で満たす。角砂糖を落とす。添えてもいい。マドラースプーン、長寿とともにソーサーに乗せる。すごい、単語が、マニアックな単語がバンバン出てきますけど。ああ、いいね。Today。ウイスキー、ねえ。俺最近ウイスキーちょっと飲みすぎて、甘いのが飲みたくなってきたからさ。ガチで。ハイボールとかばっか飲んでくからさ。もうなんか、甘いの飲みたくてさ、ウイスキー腐るほどあんだもんだって。今日もだって、俺、何を思ったかウイスキーまた一本買ってきてさ、で、飲んでもいないのにですよ。ウイスキー有名なの一本また買ってきて、で、このマイライム買ってきたでしょ？これ。これ買いの、で、ホワイトキュラソー買いのですよ。ホワイトキュラソー、以前から、飲んでみたかった。というか、手に入れたかった。カクテルでは定番らしいんで。よく使うらしいんで、ちょっと。ホワイトキュラソーっていうかね、コアントロが欲しかったんですけど、コアントロ高い！コアントロっていうのはホワイトキュラソーらしいんですが、と同じらしいんですけど、同じっていうか、コアントロの瓶見たら、別にホワイトキュラソーって書いてなくて、で、しかも値段が2000円もするんですよ。びっくり。だから、1500円ぐらいの、ホワイトキュラソーって書いてある、あるやつを選んで買ってきたんですけどね。それでも1500円しますからね。ホワイトキュラソー高え。マジで。お、ロックローモンド。ウイスキーにシュガーシロップをかなり入れる。レシピ、ウイスキー 40cc と、ガムシロップ 20cc。で、あと、アンゴスチュラビター、スーダッシュ。以上をシェイクして、大きめのランプオブ、アイスを入れた、ハチオズ、オールドファッションドグラスに注ぐ。もうかなりマニアックすぎて、もはや何を言ってるかわからない。最近わかった
まあ、いろいろググったんですけどね。OZ、OZ っていう単位。これが1 OZ が8、違う。1 OZ っていうのは量の単位なんです。1 OZ が 30ml です。うん。確か。もう一回ググってみよう。OZ 単位。あ、オンスですね。オンス。これは 30ml のはず。液量、オンス。うん、約 30ml。ほぼ 30ml。29点何 ml。らしいです。ね。結構勉強になりますよ、ここは。ほんとなんか、最近スコッチばっか飲んでたら、甘いもんが飲みたくてね。もう嫌になってきた、スコッチが。ウイスキーにグレープフルーツ。グレープフルーツクーラー。だそうです。クワックドアイスを入れた、10オンスコリンズグラスに、ウイスキーカッコ、スコッチオアバーボンを 30cc。グレープフルーツジュースを 60cc。レモンジュースを2、2ティースプーン。グレナデンシロップ2ティースプーン。を入れ、ソーダで満たして軽くステアする。はっ。このティースプーンっていうのは、まあその名の通り、ティースプーンです。ね。ああ。作れるのねえかな。まあね。なんかウイスキーで甘いやつ作れるのねえかな。結構これコアントロを使うみたいですね。ここのところは。コアントローっていうのはホワイトキュラソーらしいんですけど、ホワイトキュラソーはコアントローではないんですよ。結局、コアントローっていうのはホワイトキュラソーの中でも、まあ、いわゆる、ちょっと、なんか、別格みたいな存在なんで、このレシピにコアントローって書いてあっても、ホワイトキュラソーで代用することはできないと。みたいですね。味がだいぶ違うのかな、うん、多分ね。ハイランドクーラー。スコッチにレモンを加えてジンジャーエールで割る。ああ、結構す、
あれだな、スコッチ使うやつはガムシロップ使うな。ガムシロップちょっと、あれか。あの、セブンイレブンでパクりまくってこようか。あの、セブンカフェをよく飲むんで、セブンイレブンのあのコーヒー。あの時にガムシロップ大量に持ってこようかな。お、ハイボール。ね、これはやっぱりもう、ハイボール飲みすぎた。最近。もう飽きてきたハイボール。ガチで。ガチで飽きてきた。本当に。本当に飽きてきた。ハイボールやっぱり、スコッチよか、バーボンで作ったうまいわ。俺の中で、バーボンの方が明らかに甘い。もう甘さが別格だね。ハイボールに関すると。ウイスキーサワー。ウイスキーレシピ。ウイスキー 50cc と、レモンジュース 25cc。ガムシロップ 10cc。はぁ。またガムシロップか。ガムシロップなんてねえんだよ。あれ？ウイスキーソーダとハイボールで何が違う？皆さん知ってますか？ウイスキーソーダとハイボールの違い。ごめん、俺もわかんない。てか、ここに書いてないんだけど。え？ちょっと待って、両方書いてあるんだけど、あれ？何が違うんだ？もうこの際ここは、しっかりちょっと、あれしとこうか。ウイスキーのソーダ割りはあっという間にできるので、スピードがあるからハイボール。え、何もわかんない。しかもハイボールの方が投票数少ねえんだけど。あれでもやっぱ若干違うな。え、なんでハイボールか。諸説あるが、有名なのは鉄道の信号が由来という話。昔アメリカで遅れている列車にスピードアップを指示する信号として棒に弾をつけて高く上げた。これをハイボールと言った。ハイボールスピードアップだ。ウイスキーのソーダ割りはあっという間にできるので、スピードがあるからハイボール。意味がわからない。何が違うの？ハイボールと。何が違うんだ？ウイスキーソーダ。材料も何も変わんねえんだけど。ちょっと待って。やべ、この、しかも値段が、ウイスキーソーダは、え？ 410 円なんですよ。でもね、ハイボールが、もう410円なんですけど、ハイボールだけなぜか、バーボンが410円、スコッチだと440円なんです。ん？何が違うんだ？待て、全然わかんない。ウイスキーソーダは使用す、ん？何が違う？
あ、ウィキペディアに書いてある。日本においてウイスキーハイボールは単にハイボールと呼ばれることもあるが、本来のハイボールはあらゆる酒、特に蒸留酒が多いが、ウイスキーとは限らない。をソフトドリンク、特に炭酸飲料が多いが、ソーダとは限らない。で、割って作るカクテルのことを指す。は？ということは、つまり、ハイボールっていうのは、あ、そういうことか。わかった。ハイボールっていうのはぶっちゃけた話、最近では、ウイスキーをハイボールと、ウイスキーでソーダ割りがハイボールと呼ばれることが多いですが、昔は普通に焼酎とか、ね、あらゆる酒でハイボールと、炭酸で割ったものをハイボールと呼んでました。ただし、結局、昔の場合、ウイスキーソーダ。昔そのハイボールという名前が、結局今と違うわけだな。昔のハイボールは基本的に焼酎とか、もう何でもかんでもっていう感じだった。だけど、その時には、ウイスキーソーダと、ウイスキーを炭酸で割ることをウイスキーソーダと言っていたということでしょうね。ウイスキーソーダとハイボールの違いという名前のサイトがあるんですが、ウイスキーソーダとハイボール、どちらもウイスキーのソーダ割りのことだが、両者には微妙な違いがあるような気がする。今までサイト両方の表現をしながらずっと違和感を抱いていた。ここで胸の使いを取り除くためにはっきりと試験を述べさせていただく。試験かよ。ウイスキーソーダ。こちらの言い方はバーテンダーであっても、飲み手であっても、格な、こだわり？多少の緊張感があるような気がする。ベースのウイスキーは何？レモンの有無。といった明確な自己主張があるのではないでしょうか。では、ハイボール。語源にはイギリスのゴルフ常設、アメリカの大陸横断鉄道説などがあるが、こちらには何でもミックスしたい的な、いわゆるカクテルとしての響きがある。ああ、確かに。アメリカ的な括りで言えば、カンパリソーダも、チューハイも、みんな、ハイボールの項に入っている。その中で、元祖ウイスキーハイボールを語ることになるからめんどくさいとも言える。ああ。つまり、最初にあったのはウイスキーソーダっていう名前があったんですよ。ね。昔の、いわゆる響き的には昔なんだ。ウイスキーソーダの方がね。うん。もうぶっちゃけ昔ハイボールって言えば、昔の話ですよ。おそらく。昔の場合、ハイボールと言ったら、もうチューハイがハイボールだったんですよ。昔は。だから、ハイボールって昔は、ウイスキーソーダ、ウイスキーのソーダ割りではなかったと。だが、しかしそれが、徐々に変わってきて、ハイボールがウイスキーのソーダ割りになったことによって、ウイスキーソーダという昔ながらの名前が、死にかけているっていうことか。ただなんでこのイルカ喫茶バーのサイトには両方あるんだろうな。よくわからない。
ウイスキーソーダではないと。しかもウイスキーソーダの方が人気があるという。しかも度数も違うという。度数が、ハイボールが 9.5 度って書いてあるんですけど、ね、ハイボールだと 9.5 度でしょ？でね、ウイスキーソーダがね、10度なんですよ。0.5 度違うんですよ。なんでって。わけわかんない。わけわかんない。まあいいや。うん。正直、これは、てか基本的に、あんまり、あんまりこの、テキーラがあんまり、つかない。香りが結構あるね。テキーラの香りがね、もうものすごくする。テキーラの香りがものすごくするんで、こんな感じかな。ね。コクが三つ星。まあ、コクはまあ、甘み四つ星。まあ、うん。まあ、トニックウォーター使ってますからね。香りが5つ星。これはね、もうね、引き立ってますよ。引き立ってるっていうかまあ、だってトニックウォーターも香りがあるでしょ？で、さらに、それを結局テキーラで割ってるわけですからね。テキーラのトニックウォーター割りなわけですから。テキーラ自体、だいぶ香りが強い。これはおすすめの三つ星。テキーラあんま美味しくない。これだったらもう、変に混ぜないで、テキーラのソーダ割りとかの方がいい気がする。なんかよくわからなくなってる。なんか。なんかよくわからない味になってる。バランスがちょっと、バランスっていうか、なんか、なんかよくわからない、なんか、ごちゃ混ぜの味になってるね。ということでご視聴ありがとうございました。